めげないしげない。まさい。まずは、くろみちゃん、サニオキャラクター大賞、サイン、おめでとう！おめでとう！相変わらずくせ。このためにね、セットしたんよ。うん、ちょっと20分ぐらい待って。長えよ。はい、というわけで、今回はね、約7ヶ月ぶりの、くろみちゃんの独占くじでございます。はい。じゃあ、早速ね、ラインナップの方、いっちゃいまーす。はい、上昇はいつも通り3種類ありまして、まず1番からライト付き加湿器でございます。そして2番がアクリル製置き時計。そして3番がマルチケースという感じになっております。どれもね、くろみちゃんがね、めちゃめちゃね、可愛いのよ。ちょっとなんかさ、いつもだったらいたずら心があるような表情してるんだけど、今回のこのイラスト見てください。あら、ウィンクして、これスマホいじってんね。ねえ、めちゃめちゃ可愛いのよ、今回のくろみちゃん。ねえ、で、この時計も、可愛いのよ、このイラストのくろみちゃんが。で、この3番、可愛いんだよ、これが。じゃあ、このままね、解消、紹介いっちゃいますね。巾着がまず8本。そして、小物入れが8本。で、ショルダーポーチのパープルとブラック、各5本ずつ。そしてマスコット、こちらがクロミちゃんのパープルとブラックが4本ずつと、バッグ、こちらが4本。そしてフェイスタオルのパープルとブラックが6本ずつ。そしてルームボックス、これがパープルとブラック6本ずつとなっております。そしてラストスペシャルショーが今回抱き枕になってますね。うん、いや、めちゃめちゃこれ大きいんじゃないかな。そうだね、抱けるぐらいでしょ。うん。これもでっかいさ。だし、過去の抱き枕、あのサイズ感。あ、はい、プリン君も、ラストスペシャルショーで抱き枕の回があり、ファンギョドンは上位賞で抱き枕あったよね、最近だとね。今回ラストスペシャルショーを狙ってる人もかなり多いと思う。そうだね、これ、うん、めちゃめちゃ可愛いもんだって。ここで狙いの方発表したいと思います。まず YS 上位賞でアクリル製置き時計、これが欲しいです。はい、これね、もうアクリル製っていうところがね、多分クオリティ高いんですよね。しかもやっぱりね、イラストデザインがね、超可愛いの。これ欲しいです。はい、で、あと解消の方で、フェイスタオル、今回これフルカラーなんだよ、うんうん、これめっちゃいいなと思いました。はい、僕はもう一等賞のライト付き加湿器、これが欲しい。うん、あのね、喉ちょっと最近ね不調だもんで、あ、なるほど。で、リスナーさんにも聞いていろいろアドバイスもらったと、はい、でその中に加湿器がいいですよってことで一つ買ったんだけど、うん、やっぱね、こういうねデザインがおしゃれなのも置きたいやね。ちょっとね、あの加湿器なんだけど今回用意したんよ俺。サンリオくじの加湿器、これプリンくんです、うん、はい、一応せっかくなんで後ろも紹介しておきます。しっかりありますから、もうすでに水入った状態です。じゃあつけるね。はい、いきます。せーの、ほいほい、ついた。もうついたね。ついたよ。あれは定休日だって。くろみちゃん6回、はい、ラストショーは大丈夫ですよ今日は。あ、本当ですか。はい、今日は大丈夫。今日は、今日も、いや2回で大丈夫、任せろ。アクリル、アクリル時計が欲しい。わかった。はい、いいよ。タオルが欲しいです。もうあるよ。あ、タオル、タオルは引いてない。2、この裏返ったやつ読んでるわ。あと1枚、あえて一番上いってるから。はい、ありあり。じゃあ君からいきますね。巾着、惜しかったね。惜しい。え、加湿器、はいはい、加湿器出ちゃった。あれ、加湿器出したか。いや、レオナが引いた、レオナが引いた。あれ、ごめん。マスコットパープル、クロミちゃん、マジ？フェイスタオル、パープル、あ、タオル嬉しい、タオル嬉しい。時計、これ時計ってやばいよ。ルームボックス、パープル、そう。かぶってはない、最後に、うん。そうだね、そうだね。マッチケース。おお。怖いんだけど。ね、筋肉、あれ、時計引いて、時計、時計引いて、それ以外の上位出たよ。あら、まあ。加湿器やば。ナンバー2に、ナンバー2になろう。いや、時計お願いします。そうですね、見たいですね。じゃあ起動してね。よし、行くで。太陽、ス
さ。なんかショルダーポーチ。ああ、ショルダーポーチ。マルチケース2つ目4本あるからね。そうか、6番パープル。ショルダーポーチ2つ揃った。いかん、折り返し。小物入れ、小物入れ、ないな。あ、でもすごいバランスいい、うん、マスコット黒身ブラック。おえ、めっちゃバランスいいだけど、会社も結構コンプリートです。うん、ほぼコンプ。時計以外巾着まあ時計はね、はい、いやもう十分十分十分すぎる。でもさ、多分戻ってくるよねこれね、上行ったってことは、うん、はい、よいしょーの直後にコンコンってきたらさねえ、面白いけど、まあそれはそれで面白いからいいのか。ちょっとめっちゃ見てるお二人二人ともね、女性。おお、止まる気配はない。ないの。この時点でだから大丈夫でしょう。そうだね。はい。よし。よし。パトカーも優勝です、今日は。はい、優勝やばい、レオナが引いてくれたよ。すごい、すごい。ねえ、ライト付き、加湿器。これちょうどね、僕のね、ちょっと狙いだったもんね。いいよ。これめっちゃ喉潤うぜ。潤うよ。ジュンジュン、ジュンジュン。ジュンジュンしちゃおうよ。これすっごいわ。よく当てたね。そしてマルチケース、二つ。これ筋肉一つ引いて、俺もね、一つ引けたんよ。やばい。三人とも上位賞引けたっていうね。神展開の神展開、うん、はい、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでいつも通りね、会社の方から順番に紹介していきたいと思います。眠い眠い。元気出していきましょう。そうだね、英才。元気ないのは、うん、動画の裏側だけでいいんです。そうだそうだ、そう、カメラの前ではちゃんと切り替えないと ね。そうだよ、それができないと、はい、務まりません。頑張りましょう。そうです。はい、まずフェイスタオルのパープル。すごくない？めっちゃカラフル。なんか久々にフルカラーのタオル見た気がする。うん、うん、いや、めっちゃさ、あの色すごいね、細かいんだよね。いろんな色使われて、やっぱね、フルカラーいいわ。ここにある月だってさ、すげえな、うん、黄色目立ってるもんな。確かに。で、何よりもやっぱクロミちゃんのこの表情でございます。このフェイスタオルのクロミちゃんのフェイスフェイス、ここがもう一番のやっぱ見どころでしょう。まあね、こう自分のスマートフォン見てね、何を思ってんだか。で、こっちの方ね、あのもう一種類あって、あのこっちのパープルだったんだけど、レオナがね、こっちの方がいいっつってて、それ引けたんでよかったです。で、これね、素材もね、結構しっかりしてる。で、厚さもね、ちゃんとタオル。うん、はい、続いてクロミちゃんのマスコット、パープルとブラックです。はい、綺麗に1個ずつ引けたんだけど、うん、筋肉がね、うん、気になってたバック君が引けなかった。そこだけは残念ですが、めちゃめちゃ可愛い。はい、で、結構細かいところに違いがあるんだよね、うん、このリボンだったら2つあるのに対して、こっちが1つ、しかも色もピンク、ブラックで、このハートの表情もこっちウィンクしてるのに両方目開いてる、うん、で、表情も一緒ですね。で、こっちのリボンもね、色が違うみたいな感じで、細かいところが全然違うんですよね。めちゃめちゃ可愛くないこれね。いや、どっちもいいわ、これ選べんわ。ちょっと一周してみましょう。はい、ぐるっと。尻尾どう？あ、色も違うね。そうだね。服の色も違ければ尻尾の色も違うんだね、うんうん、すごい。これ両方揃えておきたいね。おきたいね、うん、で、ここまで来たらバク君もやっぱ添えたくなっちゃう。そうだね。ねえ、いや、素晴らしい。はい、やっぱね、クオリティ高い。マジで、あの、もう三緑寺、俺さ、いつも快勝って言ってるけど、これね、買いじゃねえんだ、これ当たりなんだわ。当たりだよ。さすがサンリオ当たりくじ。やっぱ名前の通り、当たりがあるくじじゃなくて、どれ引いても当たりのくじ。多分そういう意味なんだろうね、サンリオ当たりくじってね。わあ、バラじゃねえかよ。ラムボックス13番。みんなにしてるんですか。ここで行きましょう。はい。わあ、うん、順番にやろうと思ったら13番が途中であったね。おー、ちょこちょいさん。パープルのこれルームボックスよ。おー、やれやれ。はい、というわけでルームボックス。あ、これもすごいいい、危険な匂いがする。何匂い？嗅ぐない。プラスチックなんでめちゃめちゃ軽いです。びっくりするぐらい。
ちょっとフッってやったらもう飛んでっちゃいそうなぐらい。そんなアンドラックねえやろ。めちゃめちゃ軽い。はい、じゃあぐるっと一周しますよ。でこのねクロミちゃんね、あれなんですよ、2種類2パターンあります、うん、はい。ちょっと目がねちょっと眠そうな表情したこのクロミちゃん、トロ顔、トロ顔です。そしてあーいいね、部屋でちょっとねこれリラックスしてる、音楽聴いてるのかな、ね。ドクロだよこれ、ドクロだね、ウイルス大丈夫これ、感染してんじゃないの、ね、大丈夫か、ウイルスバスター入れた方がいいんじゃないこれ、クロミちゃん現実逃避してんじゃないの。あーこれ実は耳塞いでるのか、塞いでもう聞かないふりしてで中身はねこういう感じでもう真っ白、すごいシンプルです。いやもう本当にもう何回も言わして、イラスト可愛すぎマジで、本当に可愛い、本革、本革ってさお財布とかに使う単語だろう。伝わればいいの。おそうか、伝わらないのは筋肉だけでいいんです。やめろってやめろって、僕だけ一人ぼっちにするのよはい、続いてショルダーポーチのパープルとブラック、うん、これ本革じゃね、そこで使う、まあ、確かにね素材感なんかそんな感じはある、そうな、ちょっと高級感ある、なんかスベスベしてるね、うん、うん、めっちゃいい、やっぱりイラスト可愛いんだわ。さっきのあれだね、あのゴミ箱じゃねえよ、ゴミ箱って言うなよなんだこれ、ルームボックス、このイラストと同じもの使われてるね、開けてみましょうよ。おい、あ本当でそう、マジックテープ、おー俺マジックテープ大好き。何どの辺が、なんか鉄のほら普通のボタンだってさ、あ、ちょうまいことはまらないことだ、マジックテープなら、うん、不器用な俺でもずれても安心、ずれても安心、案外縛る、内側ふわふわしてるわ、そうなのよ、へーなるほどね、いやめっちゃしっかりしてるね、長いわよ、あ本当だ、じゃあ首からかけても、うん、腰ぐらいまでいくんじゃないこれ、そうだね、いくだろうね、もうほらうつねもん、あ本当だ腰ぐらいですね、うん、ただこれね物ね意外と開くには開くんだけど、うん、めっちゃ入るかっつったらなんとも言えない、そう多分スマートフォンが一つ入るぐらい、まあそのぐらいのサイズ感かな、ちょうどいいかもね、お腰にね、でスマホ来たらね、あのもしもーし、いやいや出せってはい、続いて小物入れ、おーい、あー足りました、見てここの蓋の取っ手部分、かわいい、かわいい、かわいいハート型でございます、うん、これをねキュッてと取りやすい、なるほど、あこれ蓋そのまま引っ張って外すみたいな感じか、そう、頭でこうくるくる回すわけじゃなくて、ではないよね、ただの押し型です、なるほど、で素材感、あプラスチックですね、はい、軽い感じで、うん、イラストがこうまんべんなくクロミちゃんのいろんなポーズ、いろんな表情がプリントされています、そう贅沢だね、クロミちゃんは 4キャラクター、そうでバク君もいるし、そうなのよ、ね、でウイルスに起こされたパソコンもあるし、あるし、あめっちゃ豪華じゃんイラスト、そういうことさ、でサイズ感的には、まあ、確かに小物いろいろ入りますね、うん、まあ、今ちょっと目の前にないんで、クロミちゃんのマスコット、ね、これがなんと入りませんね、はい、巾着いきましょう、はい、これはね巾着です、分かってます、はい、この紐紫色の紐をキュッと縛ると、あなるほどね、巾着ですね、巾着ですねこれはね、裏面こんな感じ、尻尾はついてない、あうん、ね、顔だもんね、だね、だしこれで後ろ尻尾ついてたら、うん、いやプリンクマスタリフスクつけろよってなっちゃうから、そうだね、これはまあついてないんだなって思いましたね、あ暴動が起こるもんな暴動起こすよ俺がでリボンこれねすごいちゃんとね立体なんですよ、ほらリボン、あとは、まあ、ワップみたいな感じでこれがねくっついてるって感じになりますね、はい、柔らかい素材、すごいふわふわしてるね、うん、感じの中身よ、そうだね、はい、真っ黒クロミちゃんだもんな、クロミちゃん中身真っ黒で、素材がねまたふわふわではなくてちょっとスベスベしてるような、そんな感じですね、まあ一般的な巾着のサイズなんじゃないかなこれがね、うん、はい以上でございます、はい、続いてマルチクロス、マルチケース、ね、マルチケース、使ってんのか筋肉ね、ブイパトラッシュ、はい、でどうですかこれ、本革は本革はい、マルチケースですから行こう急にヘーベルハウス始まりやめてくれ、はい、そう、はい、テンション、はい何今の、はい、ヘーベルハウス、はいだよカツラが吹っ飛んだみたいなやつ続いてマルチケース、いやどうですかこれ、ね、いやめちゃめちゃ可愛い ね、 ねそして、うん、本革言いたいだけやんそれ、言いたい、めちゃくちゃ言いたい、うん、で裏にもちゃんと、いやすごい泥顔のクロミちゃんでございます、うん、全面に可愛いの、い
いいね。そうね、うん、このキャラクターだけがポンじゃなくて背景もしっかりも全面フルカラーですよこれ。でしかも両面そういうこと。贅沢よこれ。すごいわ、めちゃめちゃ素晴らしい。でかいんだよな、うん、チャックなんと2つ2箇所ついており。あんじゃ逆だよこっちだよ。バーン、すごいよこれ。すごい収納できちゃうわ。ポケット見て、 iPad 入る、はいはい、iPad 入る、入る、ね、スマホ入る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 、6台持ちできるよこれ。持ち、誰がそんな持つねん。何入れようかね。うん、何でも入るわ割と。そうだね、本当に。薄型であれば、うん、大体いろんなもん入るよ。だからマルチケースってだけあってすごい実用性としてはマジで抜群です。はい、ではお待たせしました。最後に大目玉のライト付き加湿器を開けまーす。まずね、開けるじゃないの。はい、何ですか。おしゃれついてました。やっぱりね。はい、じゃあ開けますよ。おお、でかい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 。ちょっと持って。おいよ。はい、で、なんだこれ。これドラム叩くスティックかな。違うわ。あ、これがね、USB ケーブルですね。はい、これ入ってます。はい、というわけで開けてみました。外観こんな感じね。もう本当に可愛いよ。やばくない？両面ちゃんと。いや、すごい。で、大きさもすごいのよ。手のひらと比較しても分かるでしょ。ほぼ2倍よ、手のひらの。すごい大きいんだよね。で、これね、さっき取説見ながらちょっとね、開けようと思ったんだけど、なんかうまく開かなかったんですよ。なんでちょっと一旦諦めました。で、加湿もね、ちょっと水ちょっと今用意できてなくて、どんだけ準備悪いねんって感じなんだけど、給電して、うん、ね、モバイルバッテリー。これはあるんで、これ何ってライト付き加湿器。ここにライトミストのボタンがあるじゃないの。おう、じゃあ照明を消してライトボタン押しちゃいましょう。よし、行くぜ。ライト、あん、すごい。おお、なんか優しい光。ご覧ください、クロミちゃんカラーにライトアップされたクロミちゃんです。さあ回してみましょう、うん。いや、すごい、なんかさ、落ち着くね。そうね。そう、心安らぐ色してる。これさ、もう一回ライトボタン押したら色変わるのかな。ちょっと押してみていい？おい、おい。いきます。はい。あ、暗くなった。お、なんだ、じゃあさっきのは今日、うん、今日だったのかな、かもしんない。えい。あ、だんだん暗く。おお、緑。おお、おお、曇るんだ。あ、すごい。じゃあ、あれだ、シナモロール君のルームライト、うん、あれも、ほら、こうやって変化してったじゃん。してった、してった。あれと同じ仕様なのかな、これ。おー、紫、紫。いやー、いいね。あー、なるほどね。ただ、クロミちゃんの商品だから、まあ、こういうのもあると。ずっとクロミちゃんカラーで、心落ち着かせることができるんだ。いや、素晴らしいね、これね。すごいね。で、これだけじゃない。さらに加湿もできる。うわー、ツーウェイ家電来ました。はい。素晴らしい。参りました。いやー、癒された。ねえ、なんか、心安らいだわ。この前寝ちゃいそう、俺。俺さん？え？寝たら、ハグするぞ。いや。自分でビンタするほどにまで嫌なん？嫌だね。それではここでプレゼント企画の発表でーす。じゃーん、はい、マルチケース、こちらを視聴者の中から1名様にプレゼントしたいと思います。応募方法は、こちら字幕の方書いておりますので、お間違いのないようにたくさんのご応募お待ちしております。お待ちしてます。それでは今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。ブチャンネル、サンリオ関係くじ動画たくさん投稿しておりますので、大好きな方はぜひ下からチャンネル登録、高評価、そしてツイッターフォローで応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、じゃっ。